はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。倉田家の日常でございます。せいやです。ちひろです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそようこそ飽きずにね、聞いていただいてね。いや本当よね、飽きないでしょうね。こんなネタ持ってる人いない。大丈夫かな、こっから聞く人とかいたら。今日のまたなかなかネタは、お話は実体験ですけどね。ネタって言ってもそうですね、なかなかちょっとパンチのあるそうよなんだと思うんですけど、はい、題して2メートル級ギャングを倒して仲良くなる。そうですね。意味が分かんないでしょ。意味が分からない、ね、ギャングと仲良くなるとかね、意味が分かんないよね本当にね。そう、前勤めてた会社の社長がですね、経費がかかるの嫌なんですよ、うんうんうん、で僕ら拠点がね何個かあったんですけど、うん、大体ロスから行くんですね、出張ベースで行くんですけど、うん、でもホテル代ももったいないので、うん、安いアパートを借りようかと、うんうんうん、で社長は値段だけでしか決めないので、あ、その地域地域のどこのエリアがとか、うんうん、もう全くない、気にせずね、うん、そう、値段が安いところで、そので決めるのね、はい、で、お決めてきたぞってよく言うんだけど、うんうん、で大体劣悪な環境だ、治安がよろしくない、もうむちゃくちゃ悪い、もうスラムもスラムっていうかね、こんなとこよう契約しようと思ったなこのおっさんと思うぐらいなところが多いのね。よく言う駐在員がこう住んだエリアからちょっと近くで、このエリアは降りちゃいけませんよとかいうところね。そうそう、もうスラムですよね。そうスラムなのよ。だから社長はさ、もう慣れとるもんだからね、20年以上住んでるから、まあええだろ別にとか言って、死ぬわけじゃねえしよ、お前らが別に普通にやっときゃ何もしねえんだよとか言ってさ言うのよ。で実際社長もそこに泊まったりするし、へえと思いながら、うん、まあいいんだよね。そしたらさ、ヒューストンだったんだけどね、うん、ヒューストンの中でも一番治安が悪いアパートっていうか、まあ、エリアのアパートを契約してくれてたのよ、うんうん、はあ、で、いいぞっつって、今度のアパートいいぞみたいなこと言われて、あ、そうっすかって言って、これ鍵なって、ロスにいる時に、ね、うんうんうん、これ鍵だかんなって言って渡されて、うんうん、お前行ってこい行ってくれって言ったんですよ、うん、そしたらさ、ゲトなのね、もうひどいスラムなんかさ、もうほんとひどいのみんな、うん、明らかに治安が悪いと。治安が悪い、もうほんと治安が悪いので、うわーと思ってここに住むのかと思って、で、まあ、駐車場入って車止めて、うん、そこの部屋まで行ったら、うん、そのなんていうのかな、うん、廊下も何もなくてドアが、ね、うん、もう直ドアみたいなさ、もうよくあるモーテルの、そうそうそう、そのまま外からそうモカちゃんみたいな、うん、な感じで、で、4部屋が1セット、へえ、で下に2部屋、上に2部屋、うんうん、階段上がって2部屋で、うんうんうん、下に2部屋だ。そしたらさ、家の前になんかさ、徒党組んでるやつがいるのね。はい、なんか何人ぐらい、20人ぐらいいたと思うな。そんなにいたんだ、うん、で、なんかバンダナ巻いたりだとか、うん、もう明らかにギャングなのよおっさんみたいなさ、こんなとこ借りるなやバカみたいなさ、うわきつーみたいな感じで、もう完全にアジアンだからね、うん、そこにいたのは人種的には黒人さんと、うん、ラティーノとヒスパニックと、うん、みたいな感じだったんだ。そうなんだ。そのいやーちょっと無理だなと思って、でも部屋はさそこだからさ、うん、通り抜けていかないといけない。うわきついなと思ったら、そのギャングの取り巻き飛びみたいなお兄ちゃんがいて、一人、うん、でいかついのよ、うん、もう眼光鋭くて、うん、でもなんか笑ってる感じ、うんうん、なんかもう一番怖い人ね、あ一番これ調子乗ったらいかん人だなと思って、そしたらはーいって言って入っていって、俺ちょっと今日ここから住むからみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じで言って、とりあえずタバコをね一つあげたら一本ずつ、うんうんうん、すぐなくなるよ、うんうん、でそれまあよろしくねって言ってで入ったら、でその日はそれでよかったね、うん、そしたら毎日さそこで酒盛りしてるからさ、そ
そう、何かしらでこう出会うわけよね、はい、で朝はいないけど夜は絶対いるからさ、うんうん、まあもう嫌やなと思ったらさ、そしたらあの僕の名前呼ばれてさ、おい一緒にさ酒飲もうぜみたいなことになって、いや疲れてるからいいよみたいな、そしたらさそのギャングの中の一人がさ調子こいてさ、えジャッキーチェーンとか言ってきたの、カチンってくるやんいやなんやこのジャッキーチェーンってこの野郎みたいな、俺らのアジアンスターはバカにするんじゃねえぞこの野郎みたいな何やってんの、何言ってやがんだてめえこの野郎みたいなさと思ったの。そしたらなんかマーシャルアーツ見せてよみたいな、そういうノリになったの。でなんかお前ら強いんだろみたいなさ、あもうほんと悪酔いしとるこいつらみたいな、もうほんと勘弁してくれみたいな思ったの。そしたらさそのギャングの棟梁みたいなのがさ、おうやれやれとか消しかけんのよ。いやマジやめてって、ね、やめてってなるやん、うん、でその話をロスでやってたの、はいはい、そしたらその同僚の一人が合気道が結構強い人だったのね、で一つだけお前にできる技を教えてあげるから、それなんかやられたらそれやれって言われて、で相手のベルトを左手で掴む、うん、で下に下ろす、うん、で右手で小手で顎を突き上げる、うんうん、そしたら絶対体勢崩れる倒れるから、うんうん、どんな大男でも大丈夫、うん、でお前僕は割と身長高いから、うんうんうん、あのまあ大体いけるでしょって言われて、まあ、それで倒してすぐ逃げなみたいな感じで言われて、うんうんうん、ああ分かりましたって言って、それをあの頼りにね、うん、そこを毎日行って、はいはいはい、そしたらあの女のマーシャルアーツ見せろみたいな、うんうん、武道見せろみたいなさ、で柔道柔道とか言ってくるからさ、うんうんうん、あいつムカつくなと思ってさ、一番そのキャッキャッキャッキャ言ってたやつに、ちょこまこいよって言って、でベルト掴んでバーンってやったの。その人が2メートル級だったの、うん、ちっちゃいのちっちゃいの、うん、パーンってやったの、うん、そしたらスコーンって転げて、あーやっぱ強いみたいな感じになって、そしたらお前どこまで強いやついけんだみたいなさ、棟梁が言い始めてさ、うん、そしたら俺行くぜって言って出てきたの2メートルぐらいのおっさんっていうか兄ちゃん、くっそ強いの、もうねでかい腕がね、足太ももみたいに太くて、もう胸板も厚くて、これは無理だろうっていうこれは無理だろうと思って、うわこれはちょっと難しいなと思ったんだけど、うん、もうやれって言われてるからもうやるしかないと思って、うんうんうん、まあ逃げりゃいいんだけどね、うんうんうん、なんかちょっとスイッチ入っちゃってさ、うんうん、お来いやって言われたから、うん、はいはいって言って、もうなんていうか戦う意思なく、うんうん、技をやるだけね、技をやるだけですね、さすすって言ったのが良かったよね、うん、こう多分戦闘モード入ったら向こうもカチンって入るから、ね、気が抜けた状態でふーっと入ったから、うん、でパンって掴んでコンってあったらね、倒れたのさ、そのおっさんお兄ちゃん、おーパーンって倒れて、そしたらさ倒れた時にお兄ちゃんがはっと我に返る、あ俺倒れたわ今みたいな、はぁみたいな、だから多分ほぼ初めてなんでね、ああああああ、自分より身長低いやつに倒されたとかね、そう何もされないのにパンってやられただけにゴーン、お前すげえなみたいなさことになって、その技教えろみたいな感じそこからみんなで講習会そうマジでよかったねそしたらみんなでよいしょーお互いに書き始めて、あこれ聞く聞くみたいな、あいい技教えてもらったみたいな感じになっちゃう先生よ、もう先生だよ、マスターや。そしたらさ、それを見てたボスに気に入られちゃってさ、うん、いやお前ら、お前さいいやつだなみたいな、強いし、お気に入ったぜみたいなこと言われてさ、お前に一個ね一番いいもの教えてやるって言われて、なんすかって言って、これだって言われて、なんすかこれって言ったら、ギャングサインなのよこれねこれ H だろ、ヒューストンのギャングサインながらって、うん、これ見せるときはね、お前あの誰にも喧嘩売られねえからって言われて、いやいやアジアンですよ僕いやダメでしょみたいな、単独でええとかやったらもう絶対殺されるでしょみたいな、いればね、うん、周りにいれば、いればね、でギャングの服装してて、うん、でアジアンなんでわってやれば多分箔はつくんだろうけど、うん、お前これ教えてから、ヒューストンって言っとけって、いやいやいや絶対言えないみたいでも気に入られちゃったのね、気に入られちゃった、もうそれから毎晩ね、あの晩酌ですよ、あのお庭で、うん、まあ、バーベキューでもやっちゃってくれちゃってね、もう本当にね、本当に毎晩ね晩酌なの、あのコンビニたむろしてる高校生以上のもんね、うん、まあそうね、でもあのくらいの感覚で集まってくるんでしょ、そう、ね、そのボスが怖くてさ、俺あの AK-47 って知ってるかっていうのね、あのねロシア製のさマシンガンなんだけど、安く手に入る
マシンガンなんだけど、はい、知ってるかって言ったら、知ってますけどって言ったら、俺さ、それを撃って逮捕されたんだよねって言われて、いや、知らねえよ、怖えみたいな、怖い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 、何やったんすか、あ、ちょっとね、戦争、みたいな、はぁ、みたいな、いい意味が分かりませんけど、みたいな、よく生きてたね、そう、それが上に住んでんのよ、あ、怖いっしょ、本当に。当時の社長に言ったの？言ったよ。いや、ギャング住んでるからさ、さすがにちょっと社長やめてくださいよ、あそこって言って、引っ越しましょうって。あ、上のやつギャングだったか、知らなかった、いや知ってたでしょってあんた知ってたでしょってで、まあ、その前勤めてた会社でつわものって言われてる人がいたの、はい、日本人ギャングって言われてる人がいたの、うんうんうん、その人でさえ怖いって言ったからね、あ、本当、うん、あそこマジで気をつけた方がいいぞって言って、いやあそこはねマジでやばいからって、そこを僕仲良くなっちゃったお前このマーク知ってるからやれよって言われて、あ、はい、やりますねその場だけでね、あ、ヒューストンとか言絶対やっちゃダメだよね、いや外では絶対やっちゃダメだね、逆にね、怖い人たちがね、そう、よくさ、やったよね、僕この技の名前も知らないんだけどね、ベルトを掴んでグーって俺ベルトを掴んでグーしか知らないんだよであの、どなたか技の名前を、技の名前を教えてください、教えてください、ベルトを掴んでグーね、本当に2メートルの男を倒せましたんで大丈夫あまり皆さん使わないように、ね、っていうかね、そういうところに近づいちゃダメ、本当に、そうだね、いいことないから、本当に、ね、そうだね、仲良くなったところでね、うん、あかんよ話だけで気をつけてっていうより近づかないことですね、近づかないことですね、はい、平和に行きましょう、平和に行きましょう ね、はい、というわけで、まあ、過激なお話でしたけど、はい、どうぞドン引きせずに、はい、今後ともよろしくお願いします引くよね、これね、ごめんね